市では毎月11日を健康の日と定め、健康づくりに関する講座や啓発イベントを開催しています。4月の健康の日のテーマは意識して体を動かそうです。適度な活動や運動の健康増進効果として、メタボや心臓病、糖尿病、がんなど生活習慣病の予防が広く知られています。さらに運動だけでなく、家事や労働、通勤通学など日常の生活活動において意識して体を動かして身体活動を増やすことの重要性にも関心が高まっています。近年、さまざまな技術革新が進み、かつては身体労働であった掃除や洗濯、買い物、洗車などの家事も体力をさほど使わずに済む時代になりました。現代人の運動不足、活動不足はスマート時代ゆえの現象といえます。だからこそ、日常においてどのようにして活動量を増やすか、いかにして元気に体を動かすか、各自のライフスタイルに合わせて真剣に考えることが求められているのです。とりわけ子育て奮闘世代、働き世代にあたるミドル世代の皆さんは、活動時間を捻出することはなかなか大変なことであると思いますが、女性も男性も疲れやすさ、体重の減りにくさ、プロポーションの変化を感じ始めるのは30歳を過ぎた頃からだと言われます。30代の今からバテない体力、太りにくい体質改善、メタボ予防対策を習慣にしましょう。今より多く意識して体を動かす習慣のアイデアを一部ご紹介します。体が慣れてきたら少しずつ増やしていきましょう。通勤通学は車の代わりに自転車を使う。いつもと違うルートや少し遠回りをして歩く。エレベーターやエスカレーターは使わず階段を上り下りする。休憩時間にちょこっとストレッチや筋トレ、ウォーキングをする。床掃除や庭の手入れ、洗車をする回数を増やす。ちょっとした外出は自転車か歩いていく。伊勢市健康体操をするなどがあります。10年20年後も若々しく健康体でアクティブに人生を楽しめるように、今日から意識して体を動かす習慣を始めましょう。